はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、長いでございます。学術論文紹介サービス、リサーチセカンダリーということで、5分程度で心理学の学術的な研究論文のご紹介をする動画のシリーズでございます。今回のテーマは、ポジティブな出来事に関するベネフィットファインディング項目とさせていただいたんですが、そうですね、前回からの引き続き同じ論文のご紹介、同じ論文からのご紹介という形になります。 する肯定的な自己及び人生における変化というふうに、まあ、代表的な定義があるんですけれども、えー、今回のこ,こちらの、ね、項目はです、ねあのえー、ポジティブな出来事を,です、ね、これを振り返った際にそ,こそのポジティブな出来事を振り返ってそこがベネフィットファインディングする、えー、したものを測るっていう測りたいという時に使うそんな、えーまあ、項目ですね。尺度というふうふ あの目目打たれててなないいいんですすが、まあ、項目群という形になっていますでどのような、えー、と因子構造になっているかというと5因子構造になっていまして第1因子がです、ね、自己成長という名称になっていてです、ね、この出来事は私を忍耐強くしたとかこの出来事は私の心を強くし今後の困難に対してより効果的に対処できるようになったといったような項目で構成されていて第2因子はですね